いいドラマ、本当にあの、うん、タッチは、ね、軽くて、うん、フュージョン系とかさ、すごくかっこいいね。もうスティーブ・ガットに負けないぐらい、ね、もう軽くてさ、うーんって感じ。あ今ちなみにあの琉球カレンって名前つけた大正ごとみたいなやつを作ってて、でそれの演奏会で今大阪に行ってるそうです。あ、すごい、すごいね。分かれば、これ作った時にさ、どれだけダメ出ししたかごめんなさいみたいな。いや本当にいっぱいダメ出ししてさ、あの何回もねこの作ってますけど、あるとどう思うかって、うーんこれはダメでしょみたいな先輩に向かってさ生意気な発言をしたら、どれぐらい会ってないんですか。いやでも、うん、いや会った、でも最近ね先月会いましたよ。あ、そうなんですね、うん、会いましたね。あ、同じ、あ、ジョジョもいたの。はい、そう、その場に。ジョジョすごいですね。だからね、不思議よね、同じね、はい、日に米さんもいたけど、あ、嬉しい、はい、ちょっともらいましたありがとうね、はい、じゃあ曲をまた聞きましょうかねではではでは、じゃあここで紹介お願いします。あのちょっとシリアスな感じですけど、あのキューバ、はいね、キューバに渡った海民中のストーリーで、まあ、実はですけどね、うん、その海民中とかウチナ中が、まあ、沖縄に帰ってこれなかったというちょっと切ないストーリーではあるんですけども、うん、でもすごくこうあのかっこいい、あのその沖縄のウチナ中の生き様を感じられるようなストーリーを歌にしました、はい、それカリエンテというアルバム、ね、去年出した、カリエンテからあのかけていただきます。それで聴いてください。クーバー C。
ね。じゃあ本番でお送りした曲はディアマンテスでクバスイ、はい、ありがとうございます。はい、うん、ということで いいね、この、はい、番組最高だな。あ、やった, やったいいよ、その努力情熱感じますね。じゃあ喜んでくれるかなと思って。いや最高、ありがとう、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。25周年というところで、うん、はい、もう今年はいろいろまだ発表もできないことをいっぱい仕込んでるみたいですけれども、ええ、まずは今月ライブありますね、はい、そうですね、あの、はい、今月の24日日曜日なんですけども、はい、あの、はい、本当は23、24日ね、2日間の中の24日の方、はい、日曜日の方ですね、はい、海空音楽沖縄2016、はい、宜野湾の海浜公園ですね。そうですよ、宜野湾市の海浜公園なんでね、うん、皆さんぜひぜひ、僕ら、ね、出ますけど、ゴスペラーズ、ジェフテック、佐野元春さん、もう最高の、ね、ギタリストのチャーさんも出ますのでね、うん、なんかいいね、すごいメンバーですね。音楽結構濃いな。濃いですよね。もうゴスペラーズもすごい楽しみにしてるけど、チャーさんのギターは生で聞く初めてだな、うん、きっと初めてじゃないの。あ、生では聞いたことないね。ね、ないない。あ、もうそうなんですね、まあ、同じ空気吸うだけでもすごいなという感じ、うん、ね、もう佐野元春さんもそうですけど、うん、すごいね、この2人同じステージ。そうですよね、うん、この2人同じステージで、もうこれはね、なんかね、いや僕らやっぱりキレがないとダメよ。今足並みがビッと揃いましたね。キレがないとダメよ。まあぜひね、あの、まあ、今年の大きな仕事ですよね、最初のね、はい、一発目、うん、一発目で、もちろん今年は音源も予定してるんですよね。あの、CD、うん、もう常にね、あの、うん、取りね、まとめてきたものいっぱいね。あとはもうちょっとスタジオのスケジュールを大事に、ね、開けるところ開けてもらって、そうそうそう、まあちょっと抑えたいよ。まあでもね、あのやっぱり忙しいということですね、うん、本当に何もありがたいことですし、あの今年やっぱり忙しくしたいね、うん、いい忙しさ、そうです ね、いい忙しさ、うん、いいんですよ、はい、本当に、うんうん、で僕はあの去年アルベルトさんともよくお話しさせていただいて、今やっぱ僕もインディーズでこう一人でやって、まあジョジョとかサポートメンバー入れてライブやってて、僕も仕事しながら音楽に携わってるっていう感じで僕はやってるんですけれども、アルベルトさんの口から出てくる言葉はやっぱり音楽をどうやって仕事にするかみたいな話をよく聞くんですよ僕は。そこら辺でやっぱりなんか違うなと思ってて、でそういう話をもっとみんなにも聞いてもらいたいなって僕は一人で聞きながら思ったりするんですよね、うん、まあ、あの、なんでしょう、これは確かにあの音楽みんな趣味から始まるものだから楽しくやるべきだし、ただ仕事となるとやっぱりシビアなものだから、うん、そのこの、ね、小さな島で仕事するのも簡単なことじゃないから、いかにやっぱりこれを仕事にしていく、まあ、僕らやっぱり努力して、まあ、ある意味では責任も感じますね、うん、僕らこれでね長くね25年以上ね、うん、ご飯食べさせてもらってるから、うん、やっぱりあのこれはいい仕事だよって、うん、仕事にするの大変だけども、でも知った時のその喜びとね、あのもうこれに変えられるものはないよね、うん、まあ、それはやっぱりあの、まだまだねこれからではあるんですけど、私たちただやっぱり恩返しできたらいいなと、うん、うん、そういう気持ちは常にありますね、うん、まあ、これまた強くなっていくでしょう、うんうんうん、だからとりあえず僕らできることを今目の前にあるねステージであったり、うん、レコーディングであったり、それをもう普段とは変わらない、うん、あのスタンスと、やっぱりその、まあ、夢っていうかね、その未来、まあ、若いそのミュージシャンたち、やっぱり希望っていうかね、あの持ってやってほしいなと思いますね、うん、うん、ありがたい言葉ですね。だからこの25周年、まあ、今年年内すごく活発になるディアマンテス、もちろん音楽をリスナーとして楽しむファンの人たちもそうですけど、やっぱりね、インディーズ、まあ、はい、アルベルさんはもう僕らだってインディーズだよって言って、でこの番組出てくれたじゃないですか、はい、うん、だからこう、ね、僕とかもっと若い子たちとかにもやっぱこうディアマンテスのライブを見てもらって、うん、なんかやっぱりいろんなもん感じてほしいなと僕は思ってますので、うん、ありがとうございます、はい、今年1年ぜひぜひ体にも気をつけて切れてからでも頑張ります、はい、うん、トムさんは
キレは、キレを作るには、うん、運動神経だと思うんですよね、はい、あの筋肉がキレを作っている、うん、なので、自己管理と、うん、毎日少しずつでも運動するということが、うん、キレを作ることではないかなと思っていますが、はい、なんか真面目な感じで、いや、ありがたいですよ。いや、僕らある意味やっぱりアスリートでないとキレが出ないんだよな。僕は腹筋やってますよ。リズムは筋肉だよ。あ、まあ、リズムは筋肉。おい、いや、言ったな。言ったな。みんな聞いてるかい？リズムは筋肉だぜ。メロディーは何なの？ね、メロディーは感性、感性です。そうですね、直感と感性。そうですね、確かにね。直感を鍛えつつ筋肉も鍛えて、なんかこの番組は音楽的、音楽を哲学的にやってるんだね。さすがだな。いやいや、そう導いてくれたんですよ、お二人。じゃあ今日からその方向にね、行きましょう。はい、じゃあ今年1年、はいはい、楽しみにしてますので頑張ります。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後に曲紹介お願いします。それでは聞いてもらいましょう。カリエンテの中からイチャリはアリバ。今夜のゲストはアルベルト・シロマさんとトム・ナカソネさんでした。ありがとうございました。ありがとう。Gracias, chao. お届けした曲は、ディアマンテスでイチャリバアリーバー。
はい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 、エンディングですけれども、はい、いやパワーのあるお二人でしたね熱い風が流れていきました、ね、沖縄の宝ですからね、はい、ですね、ありがたい話をいっぱい聞けてちょっと良かったですね、もうかなり心に染みましたね。コメントが来てますよ、ユーストじゃない、ツイキャスですね、すみません、はい、スミナリさんから今日の名言、リズムは筋肉筋トレしますやっぱりね、やっぱあのリズムを支えるのは野球のピッチャーと一緒で下半身ですからね、うん、ですよ、うん、トムさんとアルベルトさん、やっぱりなんかあの二人のバランス感覚というか、うん、いいコンビですね、やっぱり、うん、でしたね、はい、沖縄インディーズの音楽情報から、県外からやってくる有名アーティストの情報まで、音楽に関することなら何でもお届けしちゃう音楽情報番組、ひとり土なりのロックオンミュージック。皆さんからのメッセージ、さまざまなジャンルの音楽情報とかもいっぱい待ってますんでね、ぜひぜひ、はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします、メールアドレスは 797@fmgino1.com まで、お待ちしております。ぜひぜひ懸命には一人伝え宛てと明記してください。はい、で先ほどもお伝えしたんですけれども、はい、1月23日土曜日、24日日曜日で、はい、宜野湾海浜公園屋外劇場、もうこちらからもすぐなんでね、うん、すぐね、はい、チケット絶賛発売中です。23日は SSK オールスターズという名前で、うん、スターダストレビュー、杉山清隆、カンというこの3社のスペシャルユニット、うん、はい、また豪華な組み合わせですもんね、はい、プラスゲストで小田和正さんというでかい、どうなるかわからないこのもう ね4社のこのユニットのライブがあります、うん、はい、これが23日ね土曜日で、24日日曜日は、はい、ディアマンテス、うん、デフテック、ゴスペラーズ、はい、佐野元春&ザ・コヨーテバンド、うん、そしてチャーさん、5組出演です。ちょっと豪華すぎますね、はい、ちょっと濃い、かなり濃い2日間になりますんで、はい、で各プレイガイドでチケット絶賛発売中ですのでね、はい、まあ、お近くのファミリーマートさんであったり、ローソンチケットさん、ローソンであったり、ね、はい、チケットで買えますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします、うん、お願いします。はい、で、まあ、僕たちもライブがまだ決まってないですね、うん、決まってないですね、ちょっと年明け、はい、これから多分ね、ライブが決まってないから俺風邪ひいたんじゃないかなと、あ、同じです僕もジョジョも決まってないの、僕も、この誕生日ライブ以降はまだちゃんと確定してるのはないので、やっぱり、ね、はい、ぜひもうちょっとライブを決めて、うん、またね、そう、あともう一つ大切なお知らせです。来週、はい、あ、そうですよ、2016年から第2週目は空間日和にちょっと1時間預けてみようかなと、うん、はい、一人土なりともうすごい深いところでつながっている、はい、空間日和ちょっとね、の3人がちょっとパーソナリティとなって、うん、やりますので、ぜひ来週はね、まあ、空間日和3人でこの1時間やりますんで、ぜひぜひ皆さん聞いてほしいなと思っております、うん、楽しみです、はい、でまた3週目4週目、まあ、ゲストがまあ決まってますけれども、はい、またね、あの4週目のゲストのハイナ君が、はいはい、なんか仕事の都合でひょっとしたら県外になんか行っちゃうかもみたいな話が今ちょっと出てて、これは どうなるんですか、なんか中継するんですか、ね、でもとりあえず今月末は全然大丈夫なんで来ますっていうで、あ、これ月末もよかったよかった、はい、とりあえずは楽しみに、うん、あともうこれもう言っちゃいましょう、あの、はい、3週目はですね、はい、あのヒューマンステージ、さっき話に出たの、はいはい、あの店長やってる山田さん、お、山田さんが3週目ゲストでお願いしてますんで、これはまたこの宜野湾市でまあ繰り広げてきた数々のまあライブの伝説的なお話であったり、まあ最近おすすめのバンドであったりとかね、まあ山田さんがこう宜野湾市もう1店舗あの規模のでっかいライブハウスって、そうですね、他にはもうないですね、ないよね、毎週末イベントやってるようなねところってというまあねところで、山田さんがまあ今後どうやって考えていこうとしてるのかみたいなところをちょっと聞きたいなと思ってる、ね、また次回も話が熱くなりそうですね、次回、次回次回はあれだ、はい、空間さんだ、はい、はい、なんか、うん、話も尽きちゃういや話尽きたというのであればちょっと僕はさっきからジングルが気になってるんですけれども、はい、BGM? はい、結構、ジングル、はい、ジングル、あ、さっき流れてた、はい、ジョジョのサックスのね、はい、僕の、うん、僕のの、ね、うん、僕がみんなに聞かせたかったやつ、はい、うん、ありがとうございます、はい、すごい手前みそうですけど、
もうね、新年明けてジングルもなんか一新された感じで。あ、そうですよ、ちょっといろいろ、まあこうやってなんか変化つけていくのが、うん、まあ、僕のやり方、一人土田流。まあライブでもあんまり2回連続同じようなライブはしたくないっていう。そうですね、まあ、アレンジをコロコロ変えたり、まあ、してるのが私なので。だから何度来ても一人土田流のライブは楽しめるということですよ、はい、皆さん。ぜひぜひ、はい、ちなみにさっきやってたこのジョジョのジングルで、はい、喋ってた人誰か分かる？それを聞きたかったんですよ。終わってから聞こうかなと思って。土田流のってあれ聞き覚えないですか？ごまみさん。あ、正解です。かなとは思ったんですけど、ね、ですの、はい、ごまみさん。そう、ごまみさんも一人土田流の CD で吹いてもらったんですよね、はい、あ、そうですよね。そうっていう経緯もあって、うん、ぜひごまみさんにもジングルちょっと歌ってもらいたいな、喋、うんうん、ってもらいたいなっていうのがあったので急遽撮りましたけれども。いや嬉しいです。そういうところですね、はいはい、本日のエンディングナンバーです。はい、一人土田流、2枚デモ CD というか CDR を作ってまして、うん、はい、で今流れてるのはその2枚目のアルバムに入ってる、うん、これ楽器全部自分でやってるっていう、幻の僕っていう曲を最後に聞きながら、はい、まあ、一人土田流こう、ね、サポートメンバーにみんな甘えて今いますけれども、やっぱ一人でもちゃんと両足つけて頑張っていこうという気持ちになりたいなっていうのもあるので、ね、この曲最後に聞いてお別れしたいと思います。それでは聞いてください。一人土田流で幻の僕。はい、これお届けしてるの一人土田流で幻の僕という曲です、はい、これ楽器全部自分でやってるんですよ、うん、すごい頑張ってますよね。2011年でしたね、今見たら2011年、つまり5年前。5年前の僕頑張ってます。頑張ってますね。なかなかいい曲ですね。、うん、すごい、全然一人でやってるように聞こえないです、はい、頑張ってますね。もう私も、はい、はい、この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。にんにきにきにきにんにん、にぎにぎにぎにん。おにぎにぎにぎにん。あけまして、おめでとうございます。今年も一人土田流、何どうぞ、何どうぞ、よろしくお願い。